皆様こんにちは。フルートミュージカル創造者の斉藤舞香です。はい、こちらはね、昨日の式典に出てた MS8 ちゃんの勇姿ですね。で、実際にはこのように7階のプラネタリウムの会場の交流フロアの一角をドーンと陣取って皆様をお待ちしております。プラネタリウムのサイネージの横ですね。はい、コニカミノルタ、MS8 ちゃん、えー。あの頃と変わらぬ姿で、はい、 あのニコニコとみんなをね笑顔で待っていてくれてますね、えー、途中ねこのねはいえー、と半円の部分がキャップの部分がねあのうまく上がらなかったりとかしてたんですけども最後までねみんなのためにこう星空をね見せてくれてましたよね本当に長い間ありがとうございました、えー、私が中学生の頃からねお世話になっていたはいあの MS8 ちゃんです。 もうね戦友のような気持ちです勝手に一方的になんですけど、えー、すごくねあの会えない時期が長かったので8月から本当に寂しかったんですけど久しぶりに会えてすごく嬉しかったです。はいここちら北新プラネタリウムですねこの はい、左側に見える白い半円の、ねはいえー、と円形のドームを右手を見るとこのようにね、はい、あの下のグラウンドとか公園とかが見える形ですね。こちらは並び列の最前列なんですけども、えー、となんと新たにですねあの今まではチケットが手売りだったんですけども、はい、なんと自動販売機が導入されていました。 自動販売機でチケットを買って今さっきの「しばらくお待ちください」というところから順番に皆さん並んでいただく形ですね。中はこのようになっておりましてはいあの子に神のるの新しいメディアグローブシグマ。 <laughs> まだまだ言い慣れないんですけども、はいえー、ともっと本当の名前はすごく長いんですけども、はい、あのこの子が新しく私たちに星空を見せてくれる子ですね。えー、この子ともまたね仲良くなっていきたいなと思ったりしています。えー、今までの,、ね、あの中央に向かう球審型の、えー、設置と違いまして一方向に座る形なので あのこれはあ大きいドームとかの時にいっぺんあったかなでも私にはあまりねこうね座り慣れない配置だったので、えっと、どうかなと思ったんですけど行っってみるとなかなかかか心地よかったです、えー、毎回どの席に座ろうかなって悩んでしまうところなんですけど、はい、今日は楽器がねたくさんあったので、えっとはい、座りやすい位置を狙って座ってみました。 えー、いろんなところ、これもね、多分スピーカーかなとか思ってるんだけど、あの、もうね、いろんなところが気になります。コンソールもね、あの、ずいぶんとコンパクトになりましたね。で、出たところのコーリフォワインには、はい、このように天文学の本がね、ドーンと、ホーキング博士のも載ってますね。ちょっと読みたい本いっぱいなんですけど、この、 テラスに出て本を読むことも可能なのであの新しい図書館的なねところもねすごく楽しみなんですよ。もう図書館は時間のある時にゆっくり回ってゆっくり本を楽しみたいですね。なんか家と違うスペースでねこう本を楽しめるっていうのもいいですし MS8 ちゃんのそばで読書なんて最高だなと思っていつかねはい近いうちに行ってはい。 いろいろとね、MSH ちゃんと言われ、<laughs> MSH ちゃんとこう語り合いながら、えー、本をね楽しんだりとかしたいなと思っているところです。いややっぱりねかっこいいですよね m s 8ちゃん。いやあ本当に現役でまだまだ頑張ってて欲しかったなと思うんですけど本当にね50年間お疲れ様でした。また超え耐えるのはすごく嬉しいなと思っています。 えー、これからもね「あの鬼来る」という場所でねまたみんながね来るのを待っててくれてるので皆さんも会いに見てくださいね。それでは皆様またね。